はい、じゃあですね、あともう一応、まあ、準備したお話は終わりということにして、あと僕皆さんにちょこちょこと お話したいことをお話しして、終わりたいというふうに思います。いいですかそれで。はい、一つはですね、皆さん若いので、経済のことについて考えてみたいなと思いますね。第一テモテの6章の11節と12節にですね、こんな言葉があります。読んでみますと、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避けなさい。で、まあ、クリスチャンであっても生きていく以上金銭の問題というのは常に私たちの周りにありますね。で、金銭をどう使うかということは僕らの品性と非常に大きな関わりがありますので、特にクリスチャンとして生きていても、あるいは牧師であっても金銭はなくては生活ができない。で、そういう生活の問題、金銭の問題というものとどういうふうに関わるのがいいのか。金銭はとても役にも立つし人間を堕落もさせますよね。で、ですから、まあ、金銭の扱い方について基本的な考えを持っておくことはキリスト者として僕はとても大切なことだなというふうに思いますね。まあ、金銭はいろいろなことをやりますよ。大分県の、ね、教育委員会が大きな問題を起こして新聞に報道されたことを思い起こしますけどね。それはどういうことであったかというと、まあ、いろんな人たちが教頭になるための教頭試験がある、あるいは校長になるための校長試験がある、そしてまた先生になるためのいわゆる何と言いましょうかね、試験がありますよね。そうするとある人は何度教頭試験を受けても受からない。で、その人に向かってある人が言いました。でもね、やっぱりね、教頭や校長になるには ある特別な人を通してやっぱりお願いする以外に、なかなか難しいんだと、こういうふうに言われたですね。どういうことですかって聞いた。しかるべき人を通してお願いすることですよ。その時に言われたのはね、しかしね、何事もただっていうわけにはいかないと。で、そうしたらいくら持っていけばいいんですかと聞いたらば、50万と言われた。で、その人はすごく悩んだ。悩んだ末にとうとう50万持っていって教頭先生になった。ところがある若い女性は何回も何回も採用試験を受けたけれど受からなかった。それでお母さんが言った。やっぱりね、あなたも苦労して試験受けて先生になりたいのになれなくて、でもある人がね、ちゃんとした人にお願いすれば受かる道があるというふうに聞くんだけど、先生になるっていうことはあなたの生涯の仕事だし、何としても先生になりたいんでしょって、だからもうお母さん、ね、それ手伝っていいよっていうふうに、まあ、お金を持って行ってもいいというようなことを言ったの、お母さんがね。そしたらその若い女性が言いました。そうやって先生になってね、私は何を教えたらいいのって言いました。できっぱりと断った。で、それから大分の県の教育委員会が社会問題になりまして、新聞で、逮捕者が何人も出ましたね。そうすると50万払って先生になった人は、教頭先生になった人は自主退職しました。
そして、警察に出頭しました。そしてその前に生徒たちに、先生は心の弱い人間でしたと小学生たちに謝ったんですよ。でどうかみんなはもっと心の強い人になってください、そう言ってね、警察に出頭した。でそういうのを、まあ、新聞で読んだ時にね、人生にはお金というものが非常に、まあ、それはなくてならないもので役に立つという反面、また同時に人間の道を誤らせてしまうのもお金なんだなということをつくづく思いますね。ですからクリスチャンとして、お金はどういうものなのか、そしてどんなふうに我々は扱わなければいけないのかということは聖書の中にも書かれていると思います。だから金銭を愛することがあらゆる悪の根だという、金銭を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通した人がいる。神の人よって言ってますね。これから伝道に励もうとする人は、神の人よ、あなたはこれらのことを避けなさいということであったんですね。でしかしながら現実にそうではあってもですね、富というものは決して侮れないものがあります。だって国の力っていうのは常に経済です。経済的にだん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 力がなくなっていく国はだんだんこの国としての何と言いましょうか、力も失われていく。ですからアメリカっていう国はね、クリスチャンも多いけれども同時に経済的な力もあるですね。日本も一時期非常に大きな経済的な力を持っていた。でそれが低くなっていくと何と言いましょうかね、やっぱり、この国民全体が弱く感じ始めるという意味で経済は侮れない。でも一体それはどういうふうに扱われて初めて健全なものなんだろうかということは皆さんも時々考えてみるといいと思いますね。でイギリスの、まあこれは脱線だけどで僕はそんなことを考えながらね、大変難しい本を読んだんだ。それはね、マックス・ウェバーという人の書いた本で、プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神っていう本があるんで、聞いたことのある人、ね、それね、ですから言い換えれば資本主義社会、まあ、資本主義社会っていうとね、お金がたくさん流通する豊かになる社会とみんな思いますよね。でその資本主義社会になんとプロテスタンティズムの倫理が貢献したっていう話なんですよ。で確かに考えてみるとね、皆さんどうですか、ヨーロッパを描いてみてください。そうすると北の国々と南の国々がヨーロッパにありますね。北にはどんな国があるかっていうと、イギリス、オランダ、ドイツ、スウェーデン、あるいはデンマークという国々がありますよね。で南はスペイン、ポルトガル、イタリア、ギリシャという国々がありますよね。どっちの方が経済的に豊かですか？誰か、上の方が豊かだよね。豊かな国々っていうのはヨーロッパでも北の方にたくさんありますよね。南の方はやっぱ貧しい。じゃあアメリカは、北アメリカはカナダ、そしてアメリカ合衆国、南はアルゼンチンとかブラジルとか ありますよね。どっちの方が経済的に豊か？北の方だよね。どうして？それからね、まあそうね、そしたら、そうですね、そしたら考え、どうしてだろうとマックス・ウェバーは考えたね。そしたら宗教が違う。で北の方はどちらかというとプロテスタントが多い。
で南はカトリックが多いんだ。だからある人は言ったのね、プロテスタントは割と金銭について緩やかなんじゃないか、だからお金持ちを許すんだところがカトリックはきっと金銭において厳しいんだ、だから貧しいんだ。ところが反対だったのね。金銭的に非常に厳しい態度を取ったのはプロテスタントでした。特に何と言いましょうか、ピューリタンたちは金銭については非常に厳しい態度を取ったんですね。ところがカトリックの場合はそういう面は逆に緩やかだったのにもかかわらず、経済的に北の方が豊かになった。それからいろいろ考えていくうちに、何かプロテスタンティズムの倫理の中に、不思議と人々の経済が確立していく道が教えられているのではないかというふうに考えられて、ああいう壮大な本ができたんですね。まあ、一時期僕はその本を熱心に読んでた時代がありましたね。難しい本ですね。最後まで読みましたか？なかなか読めないよね、あの本ね。はい。で、実はですね、イギリスの説教者でジョン・ウェスレーという人はちょうどその時代、カルビン主義あるいはまたですねピューリタンたちの時代だったんですけれども、で彼は極めてですね信徒たちに勤勉に、クリスチャンですから勤勉に質素に生活をするようにと促しました。それが当時のクリスチャンたちの生き方だったのね。だから今でもヨーロッパへ行きますと、いわゆる労働者の誇りは日本よりうんと高い。例えばテーラー、洋服を作る人たち、職人ですね、靴職人、職人の道徳的誇りっていうのはヨーロッパではとても高いんですよ。で言い換えればいい職人としていい靴を作る。まあ日本でもね、中小企業っていうのは誇りがあるんですよ。あんな小さな工場でも世界に誇る釘一本、今ドラマでも釘一本の会社が頑張ってますよね、朝ドラでも。だからそういうようなところが日本の中小企業っていうのは驚くべき倫理観を持ってるんですよ。で、まあ、そういうようなピューリタンたちは今言ったように堅実な労働ということをとても重んじたんですね。ですから非常に堅実に、そしてまた正直にこう働いて、かつまた何と言いますか、質素に生活するですね。そうするとどうなる？一生懸命働いて、そして契約を進めました、そして生活は質素に生きたらどうなりますか？お金が残る。当たり前のことですよね、お金が残る。だからジョン・ウェスレーはですね、すごく迷ったわけですね。つまり信徒に勤勉で質素な生活をするように進め、そしてまた契約を進めれば、その結果どうしても経済的に信徒たちは豊かになっていく。豊かになると快適な生活に安住し、次第に彼らの心から宗教的情熱が失われ、信仰が形だけのものとなっていく。この繰り返される宗教の腐敗を防ぐ道はないだろうかということがジョン・ウェスレーの、まあ、悩んだことだったんですね。まあ、そういうようなことがあって、で、まあ、そういうこと でバックストンという人はね、何と言いましょうか、日本で、たくさんの指導者を育てた人ですけども、この人松江で伝道を始めましたけども、この人は貴族ですね、莫大な富をイギリスに持っています。そのお金を全部日本の指導者のために使いました。
まあ、皆さんご存じないかもしれないけれどね、中田十字とか笹尾哲三郎だとか、あるいはナザレン教会を始めた人たち、ほとんど福音派のあの当時の指導者たちはバックストの下で学んだんですね。その時なんとこういうような軸を開いたらば、彼が全部の費用を払って育てました。だからとても大きな富をバックストンは日本の霊的指導者のために使ったわけですよね。そうやってあの全国にこの指導者たちを派遣していきました。でその時にね、彼はイギリスに帰った時に自分のもとで勉強している人たち、ある人はね1年ぐらい学んで、ある人は5年も10年もそこで学んで、でもそれを全部バックストンは支払っていったんですけど、そしてまた自分でも講義をたくさんしました。でもイギリスに帰った時にね、彼は手紙を書いたんですよね。僕はその手紙は書いてないけれども、イギリスから、はい、こんなことを書いてます。ちょっと読んでみようか。例えばね、時間の使い方についてはね、こういうふうに言っています。朝は6時過ぎて、まだ床についているようなものがあってはなりません。一日を始める前に少なくとも1時間は聖書を読みなさい。そして祈りなさい。神様と共に守護しなさい。そして午前中の3時間は勉強に費やしなさい。読んだら必ずノートを取りなさい。午後はできるだけ訪問に時間を使うべきです。決して訪問した場合は長居をせず、帰る時は必ず祈りなさい。夜は集会があるはずですから、集会の後は明日に備えて早く休むことを基本的な生活習慣にしなさい、というようなことを言っていますね。そして金銭の使用方法についてかなりページを費やしてこう言いました。金銭は人を生かしもするし堕落もさせます。金銭をどう使うかはそのままその人の人柄を表すものであるから、その扱い方にはよく注意を払わなければなりません。そうしてその後、ジョン・ウェスレーの有名な説教から金銭に関する3つの原則を紹介していますね。その原則は、第1、できるだけ得よ。第2、できるだけ蓄えよ。第3、できるだけ与えよ。これが金銭についてのジョン・ウェスレーの言葉ですね。びっくりしますね。できるだけ得よと言いました。そしてできるだけ蓄えよと言いました。できるだけ与えよということですね。できるだけ得るためにはどうしたらいいかと、やっぱり一生懸命働く必要がありますよね。で、そしてできるだけ蓄えるためにはどうするかというと、やっぱりこの質素な簡素な生活をしなければならないですよね。そしてその後、できるだけ与えよ。そうするとね、金銭の目的っていうのはね、どこにあるかっていうとね、順番にいくと、最初はできるだけ得るでしょ、その次はできるだけ蓄えるでしょ、最後は何ですか、できるだけ与える。金銭の最終のゴールはどこにありますか、与えることにあるんですよ。つまりクリスチャンっていうのは、与えることができるような経済活動、あるいは人間形成をしていかなければいけないということです。だから、たとえ自分に与えられている仕事が本当になんて小さな仕事であっても、丁寧にしっかりと労働していく。で、労働だけではですね、人に与えることができるようにならない。その後労働して収入が与えられたらば、その次は大事ね、簡素な生活をすることです。節制をすることです。それをしなければ何も残らない。全部使ってたらですね。で、節制をする。節制をすると、簡素の生活をすると、必ずお金が残っていきます。じゃ、それは何のためですか。より有益なことのために、僕たちが与えるためだ。与えるために、実は我々は金銭の目的っていうのはそういうところに当たるんだなと思いますね。で、彼はこんなことも言ってますよ。第3の与えることについてはね、
まあいいですね、そこまで当たり前のことだか分かりますね。でこれから開拓伝道に関心がある人がありましたけどね、その第三の与えることについてはね、10人の信者があって皆が11献金をするとすれば自分たちの牧師を支えることができます。牧師は10人の信者の平均の収入を得られるからであります。これは現に日本よりずっと貧しい国の人々の間でなされていることですとバックストーンは述べました。だから開拓伝道をしたならば、本当にみんなが10人の信徒がいて、みんなが10分の1を捧げたらば一人の牧師を、まあ、支えることができる。そういうふうにして、今のホーリネス教会はそうやって農村伝道をたくさん広げていきましたね。だから金銭、なんて言いましょうか、金銭についての一つの考え方があれば、この、ね、スムーズにできるんだなと思いますね、ごめんなさいね、なんかこのテーマはやっぱり僕はあまりインスピレーションが湧かなくなってしまったんだけど、でもなんかね、若い時に一応金銭についてのものの考えを持っておくと必ず助かりますので、どうしても知っていただきたいなと思って言いましたね。実はね、日本にはね、比較的ね、企業倫理っていうのがあるんです。で昔はね、大きな企業の社長さんもだいたい従業員からそんなに突出して給料をもらっていた社長さんはそんなにいないんですよ。松下幸之助だって、あの大きな会社なのに何億なんていう出給、あれをもらってはいなかったですね。シャープの早川徳次だってみんなね、なんか不思議なんですけど、でああいう社長さんが何億っていうお金を取るようになったのは、あれは日産のゴーンさんが初めて。だからむしろね、日本の企業倫理の中には会社というものは社会に貢献するんだっていう気持ちがあったので、そういうような一つの気持ちをね、日本の社会に作ったのは誰かというと、二宮金次郎、二宮尊徳という人ですね。だから豊田佐吉、トヨタを始めた人ね、その人も二宮金次郎の弟子で、おそらくなんだっけ、そういう 大企業を始めた、ま、松下幸之助もそうですね、尊徳教と言われるんだけど、二宮尊徳のものの考え方を適用した人ってとても多いんですよ。それは日本の企業に一種の企業倫理というものを育てたんだなと思いますね。どこを年寄っていう人知ってますか？その人経済連の会長をしてた人、つい最近までもう亡くなりましたけれど、この人は東芝を、ね、再生させた人ですね。あるいは石川島播磨っていう会社を再生させた人なんですけども、後に経済連の会長になったんですね。でもこの人はなんと一生涯1年間わずかに200万で生活しました。考えられる？給料はその当時数千万もらってた。でも200万で生活をして、残りは全部捧げました。社会事業に捧げた。有名な人ですね。伝説的な人なんですよ。でいつも目指しと一食なんだっけ、一汁一菜っていう、それを通しました。でそれがね、つい最近まで NHK でずっと彼の生活ぶりが放映されてまして、こんなことをやる人が日本の社長さんにいるんだと思うくらいですね。でこの人の考え方は二宮尊徳の教えをですね、守って、自分がこうやって会社を経営するのは社会に貢献するためであるということが彼らの根底にあったんですよ。だからじゃあ二宮尊徳はどういうことを教えたかっていうとね、金堅定という3つのことを教えました。で金っていうのはね、勤勉に働く、堅は倹約する、定は譲る。でやっぱり同じことをジョン・ウェスレーと同じことを言ってることに僕驚いたのね。
ですからみんなね、金っていうのはとにかく一か八かの経済活動ではなくて堅実な労働っていうものが大事だっていうことを二宮さんとこう教えました。ですからおおよそ小を積みて大をいたすは自然の道なりと、こういうふうに言って小さいことをですね少しずつやっていくと本当に大きな働きへとつながっていくんだというような労働を言いましたね。でまあそういうようなでそうして、ね、働いて得たならばそれを倹約するということを言いました。そして最後に彼は譲るということ、そして言ったのはこの金銭労働生活の最終の目的はこれは譲るということだということを言ったんで、こんなことを言った人がねクリスチャンでないのにいたんですよ。だから彼はこういう思想をどこから学んだかっていうとね、自然界から学んだって言ってます。だから自然界はこれは神様が人間に教えるために与えられている一つの世界だなということをつくづく思いますね。でまあそういうわけで譲っていうのは譲るっていうのはねこれはね人間だけがやるんだって。例えばね私の奥さんがね孫の世話をしていたんですよ。そして夕食の時間にね、いろんなものを作って食べますでしょ。だ翌日彼女は保育園に行くのに幼稚園に行くのに弁当を持っていくんですよ。そうするとねいろいろ作って食べようとするとその子が言ったってこれは明日の弁当に取っておくって言ったんですよ。だからそれはちゃんとあるんだから全部食べていいのよって言ってもでも取っておくって言って頑張るってわずか3歳か4歳の子供でもね明日のために取っておくってことこれを譲るというわけです。で自分の目の前にあるものを全部自分で消費してしまうのではなくて明日のために譲るということを人間だけがやる。犬や猫っていうのは大体全部食べちゃうですね。ところが人間は必ず未来のために譲る。例えば穀物も必ずその時収穫があったならばある種を次の年のために必ず蓄えます。だからこれは人間だけがする。そしてそれを今度は逆に自分のための未来に蓄えるだけじゃなくって今のものを将来の社会のために譲る。これが一つの人間社会を豊かにしていく道だということです。だから我らは今働きをしているけれども必ず未来を考えて今持っている自分の力を未来に譲ります。ある意味でこういう教育もあるいは未来の伝道者のために多くの人々が献金をしたり捧げたりしてそして成り立っているわけですですね。ですからお金っていうのは一番素晴らしい使い方っていうのは譲るっていうことが最も大きなお金の使い方なんですよね。そのためにお金っていうのはあるんだ。でも最初は僕たちは勤勉に忠実に労働してそれを得なければならない。お金っていうのは3つしか方法がないの。得る方法は皆さんはどうやって得てらっしゃるか分かんないけど一つは何ですか。盗む。盗んでる人いないよね次は何ですか。もらう。もらってる人いるんじゃないですかね、ね、両親が今助けてくれてるって言ったよね。だからもらってきてる。多くの子どもたちはもらって大学教育を受けたりしてる人いますよ、ね、でも、だからお金の扱い方は得方は、ね、盗むかもらうかもう一つは働く以外ないんですよ。そして最も健全なのは働くっていうことなんです。ですから当然僕たちは勤勉に働くのでなければ。でもね働いてお金を得るってなかなか大変だよ。で僕はシャープにで働いている時にね給料をもらった。でもね、こんなにわずかしかもらえないのかと思ったですね。でだから生活その当時もう寮費を払ったりすれば
もうそれと何にも持たないでやってきたの で服を買うんでもあるところでゲップで買わなくちゃいけない時があった。そうするとあまりない。ですから労働をもってお金を得るっていうことはこんなに大変なこと、その時思った。僕の父や母たちはよくまあ働いてそういう費用を僕たちのために使ってくれたんだなと思いますね。だからリンカーンは最初働いてお金をもらった時にはね、1ドル硬貨を空中に上げて、そしてこれは私が初めて自分で働いて得た金だと言って、それを何回も何回も空中に上げた。そしてなかなか使おうとしなかったって言ってます。でそれぐらい労働によって得た金は尊い。なぜかというと自分自らが労したお金だから。でだからそれはすごく大事なことで、金銭というのは最終的には労働によって得るのだ、それが最も健康的な人間のお金の得方だということはやっぱり覚えていなければならないと思いますね。でじゃあどうしたらそこからですね、譲ることができるようになるかということですけども、でそのためにはすごく単純な方法ですけれども、あんまり単純だからですね、あれですけど、例えばね、我々が月10万円、収入があるとしますね。そうしたら生活を9万円で生活したらいくら残る？1万円残るよね。そうしたら ある人は20万もらいます。で20万もらうんですけども、自分の生活レベルを高くして21万で生活をしたらどうしますか？20万もらって21万の生活をしたら借金が来ます。で貧乏は目に見えてます。だから豊かになる道はどれぐらい自分が収入があるかによって決まらない。得た金をどんなふうに使うかによって豊かにもなれば貧乏にもなるんですよ。10万もらっても9万9千円で生きていく人は必ず人に与えることができるだけの富を持つようになります。でも20万もらって20万1千円で生活する人は必ずまず人に与えることができない。だって毎日マイナスだから。そうするとやがて貧乏になっていきます。だからどれぐらい我々がお金をもらうかは大事なんではないんですよ。もらったお金でどう生活するかということです。そしてね、人間は生活レベルを上げると下げられない。僕らはあの頃、ね、結婚した頃、新聞なし、電話なし、車なし、でも振り返るとちゃんと生活してた、幸せだった。それで家族旅行はどうしたかっていうと、ね、この法師線っていう汽車に乗って2つか3つ駅へ行くと、もう山がもう間近に見える。そこを見て、そこで1時間ぐらい過ごして、それからそこに、ね、とてもおいしいまんじゅう屋さんがあって、それを1個か2個食べて、そしてまた帰ってくる。それが僕たちの家族旅行だったけど、今思い出すととても楽しい家族旅行ですね。でないならないでね、とても幸せな日々っていうのはあるんですよ。しかも何も品位を下げる必要はない。だって借金なしで誰にも負い目がなく堂々と生きられる人生ですからですね。で ああいう時代があったんだな。今はもう車がないと不満だし、車だっていい車じゃないとダメっていう人もいますよ。だからだん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 生活レベルが上げれば上がれば上がるほどどうなるかって、与えることも少なくなるんですよ。だって自分の消費したい願いの方がどん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 大きくなっていきますから。だからですね、金銭をどう使うかって、与えられたものの範囲内で、しかもそれより低く生活を主催するならばいつか与えることができる。でもね、与えることができるっていうのはね、とても喜び。やってみてください。誰かが、ね、困っている時に、ね、だって子供だってみんなそうだよ。例えば子供がいて、そして飴玉を2つ持っているとしますよね。その時に友達が遊びに行く、子供の友達が。でそうするとね、
お母さんが言いますよ、あなたの持ってる飴玉を一つね、友達が遊びに来たんだからあげなさいって言うと、その子すぐにあげると思う？絶対あげないよ、嫌だって言いますよ。でもね、なんとなく自分だけ飴持ってね食べてで友達ないっていうのはね、どうも気まずくなって、小さい子でも気まずくなっていく。そして勇気を持ってあげる、それは痛みのあることですね。であげるとね、逆にね、喜びが2人の子供たちの間に大きくなります。で、子供たちもそうやって学ぶの。だからお母さんはそう教育するんですよ。持ってるものあげなさいっていうふうに教えるわけですね。だからそういう意味では、与えるということには大きな喜びがあるんだな。で、二宮尊徳はね、そうやって堅実な労働によって、本当は彼はお父さんとお母さんが亡くなって、そして貧乏のどん底に行って、そしておじさんのところで彼はもらわれていって、そこで、まあ、働かなければいけなかったんですね。ずいぶん苦労しました、おじさんのもとで。でもいつか自分の家をね、再興させたいという気持ちがあったんですよ。で、その時にね、彼はね、見つけたことが一つあったのね。最初は彼は勉強したかった。農業者といっても勉強は大事だと思って、彼は大学をね、夜全ての労働が終わった後で読んでたんですよ。そしたら おじさんが来てね、百姓に勉強はいらないって、第一ね、油がもったいない、そして油を取られたので夜読めなくなった。それで有名な話ね、歩きながら本を読んでたっていう有名な話があるわけだけど、でもね、ある時ね、道端に菜種がね、散らばってた。そして荒れ地があった。それで彼はその誰も使っていない土地に菜種をまいたんです。翌年、ね、その菜種が実って油がたくさん取れたんですよ。その時彼は思った。この油は誰の世話にもならないで、私が自分の力で得た油だ。それで彼は安頓に油を注いで本を読み始めたんです。またそして彼はね、あ、そういえば天は本当にこうやって貧しくてもね、この堅実な労働には報いてくれるんだなと思ったので、ある時また荒れ地があって、今度は稲が散らばっていた。それでそれを少し集めて荒れ地を開墾して、誰の土地でもない開墾してそれをまいた。翌年一生のお米が取れたわけですね。その時に彼は、天は必ず真面目な労働には報いてくれるということを確信した。こうして彼は堅実に勤勉に働いていて、ついに家を再興するんですよ。そして中流の生活を営むようになりました。で、その時に周りを見たら、農民は相変わらず貧しい。で、それを見た時に、なぜ農民はあんなに貧しいのか、つまり彼らはもうその日暮らししかやってなかったんですよ。それで彼は、私がやったことをみんなに教えよう、そうすればみんなも豊かになるじゃないかと思って、それで彼はこの勤俭情ということを少しずつ心ある人に教えていって、次第次第にその村全体が豊かになっていった。こうして社会貢献をしたんです。はい、どうぞ。ありがとうございます。なんか与えることで、なんていうか、人を堕落させてしまうこともあるじゃないですか。金銭っていうか、なんか与えることでその人を堕落させてしまうこともことがあるんじゃないか。あるじゃないですか。うん、そうね、大事なこと。なんかそれを、まあ、どうすればいいかっていうよりかは、なんかその時、なんかそういう時がもし経験があったら、あるよね、お聞きしたい。それはね、二宮も考えたの。それで彼はね、そうやって自分と同じようにやれば豊かになっていきますよということを教えたでしょ。そうして当然、彼らが最初にそういう労働に向かうために多少の資金が必要だったのね。だから彼は自分の富の中からそれを提供しました。しかし彼は言いました。その金はあなたが私と同じように自立するためです。で、自立して、そしてまたある程度の余裕ができたら、私がやったようにあなたはそのお金を他者に与えなければなりません。そういう約束で彼は
応援した、支援したんです。そうするとその人はそのもらったお金で自給できるようになりました。そして余分のものができたならば二宮尊徳と同じことを隣の人にやっていったんです。だから彼はただ与えたんではないんですよ。それ自立するために与えたの。それが社会運動になっていったんです。そして見事に村全体が復興していくんですよ。で、それがある意味で僕は社会貢献だと、いわゆる会社やいろんな企業も本当はそういう目的のためにあるんだと思うのね。でそれを尊徳教って言って、まあ、最終的にはね、彼は幕府にの経済の再建を依頼されるんです。二宮さん偉いね。でも私は農民だからとてもね、武士たちの社会でやることはできないって言ったんですけども、まあ、最終的にはお願いだから再建してほしいって言っていいよ。そうするとそこへ入ってみるとびっくりしたのは、武士だという名のために本当はね、例えばわずかに十石の収入、十石の侍としたならば十石なければならないのに、土地は痩せてて五石しか入ってこないのに、それでも十石並みの見栄の張った生活をしてた。もう洋服は着物はじゃないですごいね、で儀式がいっぱいある、何々の祭りがある、そのために大変な出費を重ねていってる。それを全部彼がチェックして無駄なものをなくしていくんです。最初はみんな耐えられなかったけど、やがて復興していくんですよ。で、うん、どうぞ。はい、なんかすごくそれすごくいい例だと思うんですけど、うん、なんか必ずしもそうならない人もいるじゃないですか、うん、そういう時って、うん、線引きとかしなきゃいけない時が、うん、必ずしもならないっていう人は結局お金がだんだんうまくいくようになると無駄遣いをする人がいるんじゃないかという、あ、なんか頼られるというか、依存性の高い人、はい、そうですね。だからこそこれは僕たちが教育していかなきゃいけないことだよね。でどんな人でもそういう依存性、それが堅実な労働による以外に結局あなた自身が人間としての誇りを持つことはできませんよということを結局背後にしっかりした考えを持ってそれを広げていく。だから大事なことはお金を譲ることが目的ではなくて、自立した人間を作り出すことが目的です。そのためにお金というものはとても有益な働きをする。だから内村鑑三という人は、私はお金は一銭もいらないって言ったの。ただ私がお金を必要とするのは人から癒しめられないためだけだ。いい？癒しめられるって分かる？って人にいつも頼りっきりの人は癒しめられます。でもどんな場合にも私は人に頼らないで自分の力で自分の力の範囲内で生きますという人は必ず尊敬されます。だからそれがいわゆる経済の一つの在り方だということですね。だから皆さんもこれから必ずね、どんなところに行っても経済との関わりはあります。でもね、自立できることは自給はできる、でそうやっていくことですね。だから僕も開拓伝道をする、ほとんどほぼ開拓伝道に近かったですけれど、結局、ね、自分でとにかく働いて英語塾をやって生計を立てていく。そのうちにだんだん教会が人が来て、で社会人になると誰も教えなかったのにね、あの子たちは面白いね、献金を自分たちでするようになっていったんですよ。でそしてそれは神様のものだからどう使っていいか分かんない。最初はそれは教会の費用のためにだけ使う、電気代のために使う、あるいは部屋代のために使う。でもそれでもお金が残っていくと、で彼らはなんとかね、僕たちに使ってほしいと言うんですね。でも僕はまだ自分で生活力がある限りそれにはしないで、まずは伝道のために使うという方法。でも次第次第に彼ら自身が僕自身の生活を支えることができるようになっていったんですね。だからでそういう金銭の使い方も彼ら自身も僕たちの生活を見ながら、みんな子供だったからね、学んでいって、そして喜んで例えば他者を支える、
そしてまた自分の生活もそんなに贅沢しないで、そして簡素に生活しながら人に迷惑をかけない自給の生活をしていくという道を少しずつ学んでいったんじゃないかなというふうに思いますね。でまあ、そのことは、まあ、僕にとってもこのジョン・ウェスレーの教えとか、あるいは二宮尊徳の教えはとても助かったので、で皆さんもこれから必ずお金と関わりのある生活に行くので行くことですね。だからね、もう一つ面白いことを二宮が言った、みんなね、足りない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 と思ったことのある人、みんな言うけどね、お金足りない足りない足りないそしたらね、二宮が言ったことは何だと思う？みんなね、あのお風呂に入ってね、湯が足りない湯が足りないって言う。どうして湯が足りないか、立ってるからだ。鏡は湯はたっぷりあるんだ。言い換えれば、僕たちが身の丈を高くする、自分の生活以上の生活をやろうとすればいつも足りない。でも鏡れば湯はたっぷりあるのだと言ったんですよ。まあ、そういう意味ではね、すごく教訓ですね。とにかく一歩下がればいい、あれもこれもしたい、あれもこれも学びたいって、僕たちの欲求はどんどん広がっていきますけども、やっぱりセーブするですね。そして自分で独立した人生を歩もうと被災するならばできますですね。以上で僕の金銭については終わりで、そうすると11時何分まで、25分までね。じゃあみんな、なんだか僕たちとの出会いを知りたいとか言ってたので、それは最後に話して終わりにしましょうかね。誰かの質問の中にあったんだよね、質問の紙はどこ行ったっけ。あれ、全部の質問の紙どこ行ったんだろうまあいいか、なくても、うん、いいです。じゃあ話しましょうどう言えばいいんでしょう。あのみんなもね、やがてもう結婚してる人もいますし、でそしてやがていつか結婚をなさると思いますね。で僕たちの結婚は、あのある意味で振り返ると、願った結婚ではなくて、あの与えられた結婚だなという面があります。つまり神様が一つの出会いを与えてくださったんだと思います。でだからね、必ずまだ結婚していない人いると思いますけども、振り返るとね、どこかで伴侶を神様が整えておいでになりと思いますよ。で僕は九州で育って、彼女は東京で育てたですね。彼女はその頃全然思ってなかったと思いますよ、将来の自分の伴侶が、ね、僕であることはもちろん知らないで僕も彼女であることは知らない。でも全くあの別々の環境に育ちながら、どこでどういうふうにして出会いがあるかっていうのは、だから結婚っていうのは本質的には僕はやっぱり出会いだと思いますですね。でもし僕がね、あの言いましたよね、 JEC の JEC って知ってるかな、グループの、あの教会に行ってたですよね。だからそこで牧師は僕にね、あの KBI の学校に行きなさいと勧めてくれた。そして KBI に行くんであれば僕たちの教会が全部支援するからって言ってくれたのね。でも僕は九州でクリスチャンになって僕を導いてくれたスプワーっていう宣教師が、あの僕自身の、まあ、人生を僕は彼女に託していたんです。ですが彼女が勧めるところに僕は行く。でところが彼女はいなくなって、カナダにしばらく帰ってなかなか帰ってこなかった。で彼女が帰ってきたら、ちゃんと僕にどこへ行きなさいって言うに違いない。だから僕はその教会に行きながらね、あの JEC の教会に行きながら、あの牧師さん一生懸命に親切に行ってくれるんだけど、その宣教師が帰ってくるまで僕は決定できませんと言ったのね。
そしたらその宣教師が帰ってきたら、すぐに私の友人のオランダ人の宣教師でもオレンカンプという人がいるからそこへ行って訓練を受けなさいと言われたので僕はそこへ行ったんですよ。でもし僕が KBI に行っていたら彼女とは会いませんでした。だからそんなことがねたくさんあるんだ。彼女の場合もそうだし、どうやって僕たちがある時に会うかっていうのは、もしあの時別の決断をしていたならば会わなかっただろうなということがたくさんありますよ。だからね、結婚するっていうことはこれはもう不思議な神様のなさる技だというふうに思いますね。そして僕はウォーレン・カンプという宣教師と働いていた。で働き始めてすぐにね、彼女が働いている宣教師たち、カールトン・ケニーさんだとか、それからボストロムさんが訪ねてきたんですよ。そして訪ねてきて彼らがいろいろと交流を深めていました。で僕は突然やってきた宣教師たちが誰だかわからないでですね、そこで話を聞いていた。でやがて、その宣教師たちは一人は東京ですね、カールトン・ケニーさんは、そしてボストロムさんは静岡ですね、そして、僕は神戸で働いていたら、その静岡と東京の宣教師たちがその僕が働いている宣教師を招いて特別集会をやっていったんです。でそれでモーレン・カンプというオランダ人の宣教師はあなたも一緒に行くんですよって言われたんですね。で僕は宣教師が行ったら、ああやっと一人になって静かだなと思ってたら一緒に行くんですよって言われて、それで一緒に行った。でその時に彼女はボストロムという宣教師の通訳をしてたんですよ。だから静岡のボストロムという宣教師を僕の宣教師ね、モーレン・カンプという宣教師を訪ねた時にそこに彼女はいました。それが最初の出会いですね。その時にね、そんなこと言っちゃダメだな、やっぱりその時に随分静かな質素なクリスチャンの女性ってそんなにたくさん見たことがなかったんですけど、人だなと思った。でねそれ言うとあれな、その時にね僕は随分ずうずうしいんだけど、その時僕まだ21歳だけど、もしかしてこの人は僕の将来の伴侶になる人かもしれないというふうにふと思った。でもそれだけだよ。で思った。だけど僕にとっては勉強の方がこれからもっと大切なことだから、だから後で分かったのは彼女が僕よりいくつか年が上だってことが分かったから、もしそうならば多分僕が勉強を終えてある一定の年齢に達するまで、彼女は何というのかしら独身のままいるだろう。でそうでなかったらばあの人はその人ではないっていうことが分かるだけだと思って、それだけのことだった。いい？それうまく言えないんだけど、それは僕だけのあれだからね。でそれから、別に何にもなくて、で僕はもうそれをあとはとにかく学ぶということの方がとても優先されたので、それでそういうことは一切もちろん考える、年齢も若いし、何もない。でそしてごめんね、やっぱり難しいねこういうこと話すのそしてもうすでにねイギリスの学校に行くことが決まっていたので、僕はそのための準備、心の準備をしていましたね。でその時にまた大きな伝道集会があって、それで、その静岡にの宣教師を助けるために、モーレン・カンプという宣教師とオランダ人生に行ったんですね。そしたら大きな伝道大会などで受付が必要、それで受付をするときに、彼女と僕がその受付をすることになったんですよ。でももう時間だだから全然ね、そしたらね彼女は僕より年齢が上なので、彼女の結婚のことを心配してくださってる方がたくさんいたんだね。
それである人が彼女の相手を紹介して、その人はどうですかと言われて、でもう彼女もそういうようなことを誰かね、信仰のね、先輩の方がそうおっしゃるのであればと思って考えていました。で宣教師に相談したら、宣教師は、ね、日本ではなかなか男性のクリスチャン少ないから、そういう機会があったらいいんじゃないですかっていうぐらいでね、もうはっきりした助言を与えてくれなくて、彼女はとても迷っていたんですね。そうしたら、その相手の人っていうのは僕も知らないわけではない人だったんです。それで彼女は僕にね、あの人はどうですかと聞きたかったんだね。で僕のところに来て、実は私はね、結婚を勧められている人がいるんです。それで実はこの人なんですけど、あなたどう思いますかって僕に聞いたのね。その時僕どう答える？やめた方がいいですって言うと思いますか？いや、ね、いや立派なクリスチャンの方ですよ、だからそれはもうね、いいんじゃないですかと僕は言ったんですね。でそれで僕はもう解放されたと思ったらね、今度は僕がいる部屋のところ、いやそうじゃない、その次はね、電話をかけてくれましたね。そしてもしもさっきの件ですけども、あなたは本当の正直に言ってくださいっていうのをね、あの人本当に私が結婚する相手としてどう思いますかというふうに、どういう人ですかというふうに聞くので、僕はまたね、彼はとても素晴らしいクリスチャンで、これから伝道をしようとしている人だから、僕はもう何にも、もう一緒にちょっとだけ生活したことはあるけれども立派な人だと思いますって言ったんですね。それで僕はもう解放されたと思ったわけ。そしたらいよいよね、部屋を出ることになって、荷物をまとめて出ようとしたら、彼女は僕の部屋2階にあったんだけど、トン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 と上がってくる。そして僕のドアを開いて、さっき相談したことなんだけど、あの人のことどう思いますかって聞かれたのでね、どうして何度も聞くんだろうと思ってね、それで、そしたらもっと聞かせてほしいっていうのでね、彼女が僕のカバンを持ってくれてね、そして教会まで行くのに本当近道なのに、彼女はそこに住んでるからずっと遠い道を選んでね、でそして話していくんですよね。そしてどういう人かって、僕は当惑してね、ふと思ったの、ひょっとしたら彼女は僕が彼女のことをどう思うかっていうことを知りたいんじゃないかと思ったのね。それが勘違いだったのね。それで僕はね、じゃあ手紙を書きますと言ったのね。そしたらぜひ手紙が欲しいって彼女が言うので、その頃ね、男女の間で手紙とやり取りをするということはありえないことだ。ただこれはすごく彼女自身が緊迫しているので、僕はそうせざるを得なかったのね。そして帰った。しかし手紙を書くとなると、とても勇気がいった。ないなら僕自身は結婚の用意は全くできていないし、またそのつもりは全くないし、そして僕自身は今からイギリスへ行って勉強するんだから、こういうような恋愛問題とか結婚の問題っていうのはとりあえずは置いておかなくちゃいけない。だから返事することには非常にためらいがあったのね。でも彼女に返事を書くって言ったので、どうしていいかわからなくなったんですね。それで僕はオランダ人の宣教師に尋ねました。ね、実はこういうことがあって、僕は手紙を書かざるを得ないんですけどって言ったのね。彼女は、ね、その宣教師は僕にね、何をバカなことを考えてるんだって言うと思ったの。だって今からイギリス行って勉強しようって、年齢も若いのに ね君にね、結婚のことなんて、だってこれから先どうなるかも分かんない、まだ牧師になるかどうかさえ分からない、そんな人間が結婚なんてって随分否定されると思ったのね。で叱られると思って、しかし僕は一応手紙を書くべきかどうか迷っていたので、聞いたら、その宣教師なんて言ったと思う？彼女はあなたのために最も最適だと思いますって言ったあとは私に任せなさいって言ったのそれで僕は宣教師に委ねた。そしたらその後、その宣教師が向こうの宣教師と話して、
そしていろいろと2人の宣教師の間で話して、でブクルと彼女が将来結婚するかもしれないことについて彼ら2人が考えてくれた。そして彼ら2人がとてもいいと思うというふうに決めてくれた。しかし、そして果たしてその思いを確認するために、じゃあ一度会う機会を作りましょうということで、で宣教師がその宣教師を招いて集会をして、そして朝1時間だけ僕たちに時間をくれたんですね。それまで個人的に話したことないんだよ。で2人で話して、で僕自身はじゃあね、宣教師も進めるのであなたと結婚したいと思いますと言ったんですよ。そしたら彼女なんて言ったと思う？嫌ですって言う私にそのつもりはありませんって思ったんですね。それで、あなたの方が始めたんじゃないのと思ってたそしたら、彼女はもうただ当惑していて、誰かに相談するよりほかなかった。ただ言えるのは、僕はとても真面目な人間だってことだけは分かった。だからこの人はいい加減のことは言わないってことは分かっていた。だから相談するようにもあなたよりもう見つからなかったんだっていうのねそれで僕はもうね、宣教師としてたから、僕はできれば結婚してほしい。実は最初会った時にもしかしてこの人かもしれないっていうような思いはあったけれども、でもこれはずっと先のことだと思っていた。でも偶然あなたが自分に結婚の相談をしてくれたので、こういうことになってしまった。だからできれば考えてほしいって言ったのね。そしたら2日後に彼女ははいと言ってくれました。その瞬間に僕言ったの、でも3年待ってくださいって言った。なぜなら僕はこれからなお訓練も受け勉強しなくちゃいけないので、結婚まで3年は少なくともかかると思います。だから彼女ははいって言ってくれた。だから3年待つはずだったのね。だけど結局はね、宣教師たちの中で彼女が3年待つと30過ぎちゃうから、だから2年にしたらどうかと言われて、それで2年後に結婚しました。でもね、それを考えると我らの意図を超えて何かが進んでいったんだなということは分かりますよね。だからね、それまで個人的に話したことってほとんどないよ。仕事のことでちょっと個人的に話したことはあるくらいで、遠回りをしていったその時だけが僕たちの最初のデートそれぐらい。だからね、必ずしも結婚決めるためにもうたくさんの、なんていうかしら、デートが必要だとは思わない。もし主が導かれるならば、そういうことなんだなと思いますね。これでいい？満足した？サシコバージョンがあるからねはい、じゃあ終わりたいと思います。はい、どうも